どうも、ラブミードゥです。やだやだ、やめられない、もう少し待ってもいい、この恋はをタロットで占いたいと思います。こちらに4枚のカードがあります。この中で気になるカードを1枚だけ選んで決めてください。決まりましたでしょうか。さあ、それではまずこちらのカード、ロッドの9のカードが出ました。このカードを選んだ方は、もうやるべきことはすべて、やりました。人事を尽くして天命を待つと、もうあとはもう神のみぞ知るみたいな状況みたいです。もう少し待っていてもいいのかもしれません。ちょっと、こう歯車が噛み合えば、うまくいく暗示が出ています。さあ、続いてこちらのカード、フールのカードが出ました。このカードを選んだ方は、そうですね、なんかまあお互いが惹かれ合ってはいるんですが、自分のやりたいことを、尊重している。自分が楽しいと思うことが、メインになってそうなんですよね。恋愛が一番になっていないっていうのが問題そうです。なので、自分のやりたいことを我慢すれば、うまくいくっていう感じですね。相手のために時間を割けるのか、もしくは、もっと自分から相手に寄り添っていこうみたいなことができると、うまくいくので、そういう行動が取れるなら待っていてもいいんではないでしょうか。さあ、続いてこちら、ライトニングの10のカードが出ました。まあ、ちょっと苦しさが出ているかもしれません。なんかそうですね、もしかしたら喧嘩したりとか、もしくは何だろう、他に、相手がいるとか、まあ、ショックな出来事があって心が苦しくなっている。もしくは、逆にすごくビビビッとこう電気が走るような、感じがあって運命の出会いと感じて、でもどうしても何もできない、距離が縮まらないっていう苦しさの方で出てるかもしれません。何か強い刺激が来ている状況です。そうですね、今は何かこう無理やり何かやろうとしてもなかなかこう距離が縮まらない時期みたいなんですよね。もう少し様子を見てみるのもありかもしれません。もうちょっとそうですね、タイミングを見計らってみてください。さあ、最後にこちらのカード。ロッドの方のカードが出ました。このカードを選んだ方は祝福されると出ています。なので、今うまくいっていない感じだったり、なかなか、2人の距離が縮まらないような感じがしても、いずれこう周りから祝福されるような感じになりそうなので、もう少し待っていても良いのではないでしょうか。希望が感じられます。さあ、あと最後にですね、私、こちら風水の本を出しました。部屋の隅には神様がいる、ラブミードゥの5分で簡単引き寄せ風水。部屋の隅に、隙間を作るだけでこうお金が舞い込んでくる方法や、たった5分で開運できる風水テクニックなど、載っています。とても読みやすい本になっているので、ぜひ、Amazon とかで、買っていただけたらなと思っています。まあ、あと部屋にどんな神様がいるとか、2018年の運勢とか、
いろいろそういうのも載っているので、読んでみてください。それじゃあまた。